にちは、ヤルです。今日はですね、珍しくあのテニスコート、外のテニスコートの中で、コメントを読んでいきます。やっぱ朝ね、早いと気持ちいいですね。まだ暑くないから、あのいい感じです。はい、じゃあそんな感じで、コメント読んでいきます。今日はですね、コメントが4つなので、一つ一つを深掘りしながら読んでいこうかなと思います。あと10名で12,900人、あと110名で13,000人ということで、いやー、今年の目標はね、チャンネル登録者15,000人って言ってますけれども、あと2100人、なかなか遠いんですけども、コツコツ頑張っていこうと思います。皆様よろしくお願いします。じゃあですね、コア打球後の腕はどうなるのっていう動画のコメントで XYZ さんからコメントをいただきました。戦術動画は参考になるので、次も楽しみです。動画でのプレーを試したいのですが、サーブ&ボレーやドロップショットに自信がないです。サーブ&ボレーとドロップショットで意識することがあれば、教えてくださいということでコメントいただきました。ありがとうございます。まずですね、先に言っておくとですね、サーブ&ボレーとかドロップショットはですね、僕もものすごい自信ないです。正直自信ないっていうのは、あの皆さん見ての通り、僕はあのサーブ弱いので、あの、身長もないから、ね、早く打つことはできるんだけど、早く打ったところでやっぱ入んないっていうか、入ることは入るけど、その確率が下がっちゃうので、それいえばファーストサーブを入れることに重視、入れながらも狙うことに重視していくので、僕はもし、ね、180とかあったら、もっと速いサーブで前行けるのにとか、前行った後もリーチが長いから、どんどん攻めれるのにってなるかもしれないですけども、それがないので、あのサーブ&ボレー、僕は自信はそんなないです。ないので、サーブとボレーがそんなに自信ないので、今年のあの飯塚の試合、ハードコートの試合で、じゃあ全部サーブ&ボレーしてみようみたいな、あのそんな感じでチャレンジしました。で、ドロップショットも僕は下手くそです。ドロップショットめちゃくちゃ下手くそ、なんかあのタッチ感があんまりないというか、弱いというか、下手くそっていう感じなんですけども、じゃあどうするかっていうのが、あの大事になるのが、やってみることです。まずやってみる。まずやってみて、どうなるかを、なんていうか、試行錯誤するというか、なんで、そう、自信が僕もないので、自信がつくまでやりまくるみたいな、そんな感じです。もちろんやってみて、まず、ああ、やっぱダメだ、サーブ弱いから、行かない方が良かったとか、なると思うんですけども、その失敗、たくさんの失敗の積み重ねが、必ず未来につながると思っているので、そんな感じで試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。もうドロップショットとかね、打ったら甘すぎてぶったたかれることはありますけども、その都度落ち込みながらも、なんだろうな、改善していくみたいな感じで、頑張っていってますので、一緒に頑張りましょうということで、じゃあ次のコメントで原野さんからコメントいただきました。動画作成ありがとうございます。感謝です。先生の、試合動画良かですよ。ちゃんと見てるっちゃけんね。継続は力なりったい。私も参考になるので焦らずぼちぼちですよということで、あの原野さんの滋賀県の方なんですけども、あのこっちのね、あの言葉使っていただいて、あのこれですね、ちゃんと見てるっちゃけんねはですね、間違いですね。ちゃんと見とっちゃけんねみたいな見とるっちゃけんねって言うかなっていう感じで、はい、そんな感じで、まあ試合動画、そうですね、今年ね、またじゃない、もう試合をすることはちょっと減ると思うんだけど、まあそんな感じ。お、ちょっと待って、筑後の森のイベントだったり、まあね、知り合いとこうやってみる、まだこう出てきてないっていうか、最近出てない知り合いと、まあ、テニスしてる動画とかも上げれるといいかな。はい、まあ、試合動画&、それに対してのこういう戦術を使ってるよ、皆さん試してねみたいな動画は、まあ、今後作っていくので、皆さんも参考にしていただけると思います。じゃあですね、勝つためにシャープに、あの戦術の、動画のコメントでマイクロチャビンさんからコメントいただきました。いつもためになる動画をありがとうございます。試合で勝つためにどのような戦術があるのか非常にためになります。ちなみに、戦術動画の再生数が少ないとヤヒロコーチがおっしゃっていたので、何か理由があるかなと個人的に考えてみたのですが、戦術動画のサムネイルの印象が他の動画と違う印象かなと思いました。全く的外れなことを言っていたらすいません。今後も戦術動画アップしていただけたら嬉しいですということでコメントいただきました。あります。
そうですね、そう再生数が少ないのは、まあ、多分ね、タイトルとサムネが大きいだろうなと思ってるとこなんですけども、まあ、僕ちょっと考えてるのが、じゃあ再生数を上げるために、じゃあ例えばサムネを、ね、もっと派手にするかっていうのもあるんだけど、まあ、戦術動画イコールこういう感じなんだねっていうのを、なんかこうね、差別化したいところもあるのに、なんか難しいですよね。まあ、再生数を上げたいなっていう気持ちもあるんだけど、他の動画との差別化も図りたいなっていうところがあるので、今ちょっと差別化優先してる感じですかね。まあ、本当ね、こう参考にして、あ、この動画いいなって思っていただける方に届いて、その方たちが見たことによって他の方に届いたらいいなっていうのがあるので、しばらくこの形は撮ろうかなと思います。はい、そんな感じでありがとうございます。その考えていただいて、ぜひね、戦術はね、戦術ってね、こう YouTube で説明するのって難しいですよね。僕はこう喋って説明するの難しいというか難易度高いので、それよりはね、こう技術的なこと、形的なことは動画で、まあ、学びながら、参考にしながら、戦術に関してはそのポイント、その場面を区切ってこうお伝えする形、今の形でどんどんやっていこうかなと思います。あ、今コメント来ました。あ、テニスの基本、50代以上のアマチュアプレーヤーの、お手本にしてくださいっていう、大阪の、直樹のテニス日記さんの動画のコメントで、M割さんから今コメント来ました。ためになる動画、いつもありがとうございます。同世代、僕より少しだけ先輩の方ですが、体の軸がしっかりとしてフォームが綺麗でいらっしゃるので、大きなフォームで体格が小さめの方と思えないですね。そして相手の球が変化しても崩れない安定感、素晴らしいです。僕も頑張りますということで、直樹のテニス日記さん、YouTube もしてるのでっていうか、最近ちょっと上げられてないみたいなんですけども、調べたら出てきますので、ちょっとぜひフォローしていただいて、今後のこの成長をね、見届けていただけると嬉しいかなと思います。じゃあ最後、安定感アップ、ボールとラケットを長くつける方法という動画のコメントで、小山さんからコメントいただきました。ラケットを負けさせる感覚、無意識にボールに負けまいと力が入りすぎてショットが不安定になっていました。負けるが勝ちですねということでコメントいただきました。ありがとうございます。そうそう、どうしてもね、この向きになっちゃうというか、飛んでくるボールが強ければ強いほど負けまいとこう向きになっちゃう方多いんですけども、まあ、僕ももちろんなっちゃうんですけども、いかにこう負けずに、なんだろうな、この合気道のような、いなすような、まあ、そんなイメージでいければいいので、いや、そのためにどうするかというのは、その具体的にその握力の、ね、力の使い方とかもあるんですけども、気持ちの面で速いボールでぶっ倒すぜって気持ちがある方ほど力入りやすいと思うんですよね。なので速い球とかじゃなくて、まあ、スライスだったりボレーだったり、まあ、ドロップショットだったり、遅いボールをこう混ぜながらいなして戦おうかなみたいな意識があれば、余計な力入りにくいんじゃないかなと思っていますが、どうでしょうか。はい、じゃあそんな感じで、参考にしていただければと思います。じゃあそんな感じで今回のコメント見は、終了ということで、皆様いつもコメントいただいてありがとうございます。これからもコツコツ、頑張っていこうと思うので、またよろしくします。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためにはどうしたらいいのか、練習方法などにも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分はこれ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、
そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。